こんばん、尊いミステリーアナニンです。ちょっと大変よ。カカオに育てられた殺し屋のイメリアがまた新しい仕事を引き受けたみたいなの。それは大変ですね。一体何があったのか早速見てみましょう。いやあ、ジン君、よく来てくれたね。ご無沙汰してます、マーロン所長。お元気でしたか？元気元気。君こそまだでかい山の犯人を捕らえたそうじゃないか。僕も鼻が高いよ、まったく。ありがとうございます。ところで、今日のご用件は？はっはっは、相変わらずせっかちだね。それじゃあ本題に入ろうか。セオドア君の報告によれば、いまだに君はお姉さんが殺された事件を一人で追っているとか。業務には一切支障をきたしておりません。そういうことじゃない。あの事件はセオドア君のチームに任せているじゃないか。お言葉ですが、そのセオドア君が有能ではないから私が動いているんです。ああ、市場にまみれた君の方が事件解決になるとでも。おっと、失礼。これはどうした？残念ですが、新たな殺人事件が起きたみたいです。続きはまた今度。はあ、バカ者が。1時間前。おい、あの子。ああ、すげえ綺麗だな。マスター、牛乳ストレートで。かしこまりました。失礼。よいしょっと。マスター、僕も同じのを一つ。ええ、かしこまりました。いやあ、はじめましてだね。ええ、お待たせいたしました。牛乳ストレートです。ありがとう。それじゃあ乾杯。でさ、届いたお土産を開いたらエビが入っててよ。それがパチーンって俺の顔めがけて飛んできたんだよ。カイロさんのお話って面白いです。本当かい？それじゃあ僕の部屋で飲み直さないかい？下にとっておきの部屋を取ってやるんだ。それじゃあ行ってみようかな。よし、決まりだ。やれやれ、あの子まだ若いのに。本当に残念です。へえ、とっても素敵な部屋ね。ありがとう。存分にくつろいでくれ。何か飲むかい？ええ、それじゃあ牛乳をちょうだい。わかったよ。でもね、私知ってるのよ。おっと、知ってるって何をかな？そうだな、例えばカイロさんの名前が偽名であることとか、こうして女性を部屋に招き入れてはひどいことばかりしているってこととか。どこでそれを？あんたに先月殺された女性の友人から。知っててついてくるとは勇敢な女だ。勇敢？ああ、今日はより一層興奮できそうだよ。君の叫び声はどんな音色かな。本当に愚かな人。え？あれ、生きてる。って、あの女どこ行きやがった？ここよ。あ、いい？あなたに私がついてきたんじゃない。おいおい、嘘だろ、やめろ。私があなたを誘導しただけ。それじゃあ永遠にさようなら。あそこが容疑者の部屋ですか？にしても被害者の男も部屋に隠しカメラを設置して盗撮していたなんて、とんでもないやつですね。ええ、そのおかげで犯人の身元が割れたんです。亡くなったド変態さんのお手柄ですよ。よし、それじゃあ行くぞ。突入だ。動くな。おとなしく手を。って、どこの部屋は？間違いなく警察が突入したのはイメリアの自宅。しかし、その部屋には生活感のない空間がただ広がっていたのです。犯人どころか家具一つないなんて、完璧なミニマリストとかですかね。家具一つですか。
ちょっとそこの君、ナイフは持っていますか？ああ、ほらよ。ありがとう。それでは失礼して。ああ、もうまた勝手に壁を破いたりして、怒られたって知りませんからね。いいえ、どうやら怒られずに済みそうです。どういうことですか？この薄い壁は自作したのでしょうが、驚いた。まさか壁の裏が武器庫になっているとはね。本当だ。考えたくはありませんでしたが、犯人は相当手強い相手かもしれません。それじゃあ犯人はどこへ？さあ、でも意外と近くにいたりして。あちゃ、武器庫がバレたのはかなり痛い。ねえねえ、お姉ちゃん誰？しー私はね、世界を守るスーパーウーマンだよ。スーパーウーマン？すごい。わかった。じゃあ、シーだね。うん、ありがとう。もう、何一人でブツブツ言ってるの？ひゃー！なんだ？あーちゃー。ほら、やっぱり近くにいた。あれ、君はもしかして。隣の部屋だ。行け行け。ち、頑張ってね、お姉ちゃん。うん、ありがとう。ほっと。うわ、すごい。お姉ちゃんが上に飛んじゃった。上だ。屋上に逃げたぞ。バカが。上に逃げたってどうすることもできねえのによ。これじゃ袋のネズミだな。おとなしく捕まるんだ。くそ。撃て、撃つんだ。ち、おいおい、あの女まさか屋上から落ちるつもりかよ。ふん、そのまさかよ。ふう、でも落ちるんじゃなくて飛び移るって表現が正解だけどね。それじゃあバイバーイ。すげえ、この距離を本当に飛び越えやがった。バーカ野郎、感心してないで早く追うぞ。ああ。ふう、さすがに疲れてきた。おーい。お、どうしたのお姉ちゃん。俺とツーリングでもしちゃいたいのかい？モテる男のバイクテク見ちゃうかい？ごめん、ちょっとこのバイク貸して。はあ、バイクだけってのはそれはできねえ相談だ。で、うおいってててててて、ほんとごめん。それじゃ、ちくしょう、逃げられちまった。いらっしゃいませ。時計の修理ですか？それとも新しい時計をお探しですか？いいえ、コーヒーをちょうだい。砂糖は5杯、ミルクは1杯ね。ほう、では代金をいただきましょう。はい。いい風に、しかと受け取りました。それではこちらへどうぞ。足元が暗くなっておりますのでお気をつけください。にしても、イメリア様がボスにお会いになられるのはいつぶりでしょうか？加入して以来会ってないわ。というか、あんないけすかない人、本当は今だって会いたくない。まあそう言わずに。さあ、着きましたよ。久しぶりね、イメリア。ボディチェックをするわね。ええ。OK よ。さあ、入って。ボスは中にいるから。ほう、珍しい客だな。お久しぶりね、ボス。ああ、どうだい、最近の調子は。良くも悪くも、特に変わらず今まで通りね。今まで通りか。お前は相変わらず嘘が下手だな。何ですって？問題がないならお前が俺に会いに来るのか？いや、来ないね。さあ、下手な嘘はやめて用件を言うんだ。はあ、部屋と武器庫が警察にバレた。代わりのを用意して。おお、それは大変だ。金はあるし払う。だからさっさとして。いや、金じゃダメだ。その代わり君には新しい仕事を頼むことにしよう。何ですって？ほら、この写真の男だよ。
こうして手渡されたターゲットの写真、そこに写っていたのはベランダでこちらを眺めていたあの男だったのです。この人って。男の名はジン・スミス。優秀な CIA 官として知られている。殺す理由は？ CIA を殺してほしいなんて依頼主はどこの誰なの？それは君が知らなくていいことだ。ただ一つだけ言えるのは、任務をこなせば君の望むものは全て用意するということだ。この人を始末すればか。それで武器庫から女の指紋は取れたのか？はい、しかし調べたところ女に前科はありませんでした。未だに身元もわからずか。まあいい、それなら武器を取り戻しに自宅へ行くかもしれない。厳重態勢で見張っておけ。はい。いえいえ、その指示は正しくありませんね。ああ、彼女の行動から見て武器庫に戻ってくるような愚かな行為はしないでしょう。おそらく別の方法で武器の調達をすでに図っているはずです。ではどうしろと。少なくとも自宅付近の警備に人数を割るのは得策ではありません。それに私はあの女性が幼い頃に一度だけお会いしています。時間はかかりますが、調べれば身元もわかると思いますよ。本当か？ええ、間違いないはずです。何か悲惨な事件の被害者だったような。どちらにせよあまり良くない相方をしたのは間違いありませんが。なるほど。ジンさん、所長がお呼びです。今すぐ来いって言ってましたよ。わかりました。少し席を外させてもらいます。失礼します。なんだ、セオドラ君もいましたか。どうも。いやあ、ジン君。いやあ、朗報だよ、朗報。朗報？ああ、まあ、なんと言えばいいかな。君の姉を殺した男が無事に捕まった。なんだって？本当か、セオドラ君。ああ、本当だ。事件はもう解決したんだ。犯人の名前はロナルド・リー。自身の罪をすでに認めているよ。君が捕まえたんですか？いや、男が自首したんだ。自首？あの殺し方をした男が今更になって自ら出頭したというのか？何怒ってるんだ。あの犯人は間違いなく愉快犯だ。殺しを楽しみ、一種の作品にするような殺され方を姉もされた。お前もそれくらい見ただろう、セオドラ。落ち着くんだ、ジン君。君らしくもない。それはあくまで君の憶測だろう。少なくとも反省し自首をする人間があの事件の犯人ではない。そのくらいあなたも理解しているはずですよ、マーロン所長。私はこれで失礼する。おい、犯人の顔を見なくてもいいのかい？偽物の犯人の顔など結構だ。やれやれ、子供のような怒り方でしたね。君ももう邪魔だ、席を外せ、役立たず。はい、わかりました。もしもし。ああ、俺だ。彼はラストチャンスも棒に振ったよ。いつ彼を殺しても構わない。頼むぞ、確実に始末してくれよ。まったく、姉同様に弟までも愚かだとはね。部長の話って何だったんですか、ジンさん。少し頭を冷やしたいので戻ってきたらお話しします。申し訳ない。そうですか。雨か。なぜ警察本部はあの事件を隠蔽したがるんだ、姉さん。くそ。動かないで。あなたがジン・スミスね。その声は。なぜ君が私の命を狙うんですか？答えられませんか。ならば質問を変えましょう。なぜあの時の君がこんな仕事をしてるんです？どういう意味？マフィアに家族を殺された少女がなぜこんなことをしているのかと聞いたんです。私を知ってるの？ええ、捜査官として被害者のあなたを目にしたことがあります。それでなぜあの少女が殺し屋に？復讐よ。家族を殺したあのマフィアだって私が潰した。それにこの仕事だって他に生きる術がないから生業にしてるだけよ。なるほど。
復讐ですか。この状況でアソに説教されるって？バカ言うな。俺だって身内が殺されてからずっと報復に必死なんだよ。どういうこと？まだ死ねないって言ったのか。チッ。おい、女。お前、俺と手を組まないか？なんですって？ジンって男の人を最初は紳士的な人だと思ったのに、最後はワイルドになってるじゃない。あらあら、コツエさんってば、頬骨が赤くなってますよ。でも、だって私ギャップに弱いのよ。尊い。ところでイメリアさん、この続きはどうなってるんですか？ええ、また近いうちに教えるわ。ぜひグッドやチャンネル登録をして黒猫ファミリーの一員になってね。あら、今日は私がやろうと思ってたのに。やってみたかったの。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイチーン。